青葉区の住宅で70代の男性が現金1500万円を奪われ死亡した強盗致死事件で逮捕された大工の男が施錠されていなかったなどと供述していることが新たに分かりました宮城野区鶴巻の会社員佐藤和也容疑者は今年2月青葉区折りたての住宅に侵入し住人の大塚治さんから 現金1500万円を奪った上、暴行を加え死亡させた疑いが持たれています大塚さんは心臓に疾患があり死因は暴行による心臓発作でしたその後の捜査関係者への取材で佐藤容疑者は建設会社の社員でリフォームで訪れ現金の保管場所を事前に知っていたなどと供述していることが新たに分かりました また佐藤容疑者は玄関から侵入した際に大塚さんと出くわし暴行を加えたとみられ玄関は施錠されていなかったと供述しているということです佐藤容疑者は数年前に自己破産をしていたことも分かっていて警察は奪った金の使い道などを調べています